1956年の西鉄ライオンズでは、1956年の西鉄ライオンズの動向をまとめる。このシーズンの西鉄ライオンズは、三原治監督の6年目のシーズンであり、2年ぶり2度目のリーグ優勝、球団創設初の日本一を果たしたシーズンである。この年より、新たなスター、稲尾和久が登場。当初は、 全くの無名だったが、シーズンに入ると大活躍を見せ、21勝6敗、防御率1.06の高成績で、新人王と最優秀防御率を獲得、中西太と豊田康光と合わせて、西鉄黄金時代三馬ガラスが誕生した。この年は前年優勝の南海ホークスに一時は7.5ゲーム差も、引き離されたが、終盤で逆転、奇跡と呼ばれた。この、 奇跡はその後も1958年、1963年で再現することになる。そしてこの年の日本シリーズでは、セリーグ覇者、水原茂監督率いる読売ジャイアンツを破って、初の日本一、ここから、三原治水原茂宿命の対決が始まる。投手陣は、エースの大津守や西鉄創設期以来の主力、川崎徳人が衰え始めたが、 稲尾、河村秀文、西村貞尾、島原幸男などが彼らをカバーし、打撃陣も、中西、豊田、高倉照行大下博士などが、それなりの成績を収め、特に中西は、本類だと打点の2冠で MVP を、豊田は、首位打者をそれぞれ獲得した。ありがとうございます。